それではお時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。本日Amazon EC2 スポットインスタンス再入門と題しまして、 EC2 スポットインスタンスについてのお話をさせていただきます。私、ソリューションアーキテクト EC2 スポットインスタンススペシャリストの滝口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、実はですね、この会場は210人ほど入るお部屋なんですけれども、目黒の私どものオフィスにありまして、会場にいるのは沼口さんと私ただの2人だけと。で、今私お客様本来座っていただきたいお席があるんですけど、本当に空席が目立つような感じになってしまっていますが、頭の中で一生懸命お聞きいただいている皆様のお顔を思い浮かべながら頑張ってみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日分かるようになることということを設けておりますが、これじゃあ一旦スキップさせていただきまして、スポットインスタンス、ご存知の方ある程度いらっしゃるのかなと思いますけれども、最近ニュースで話題になったスポットインスタンス関連の出来事があるので、そこからお話に入っていきたいと思います。もし一月前ですね、上手有事初心者支部で同じつかみの話をしたんですけれども、お聞きになっていた方がいたら、また同じ話かとちょっと思ってくだされば幸いなんですけれども、こちらのプロの囲碁棋士の大橋先生という方をご存知の方、どれくらいいらっしゃいますでしょうか。で、本当はここで手を挙げていただきたいんですけど、なかなか見えないので、何名か手を挙げていただいた想定で先に進みたいと思うんですけれども、2月の末ぐらいにですね、IT メディアさんのエンタープライズという記事で、囲碁 AI の記事が取り上げられました。で、その際に囲碁棋士の AI 活用という、内容になっておりまして、こちらの大橋六段ですね、囲碁のプロ棋士の方ですが、インタビューに応じられております。で、この記事で大まかに何が書いてあったのかということを、お話しいたしますと、Google の開発したアルファ碁という AI があって、あれが世界で一番強かった韓国のプロ棋士の方に勝ったと。で、そのタイミングで以降、オープンソースの囲碁 AI というのがどんどん世界に広がってきました。で、その大橋先生は囲碁 AI 活用の日本の中でのもう第一人者で、今も当然お強いですし、で、AI についても造詣が勉強していて、どんどん深くなっていったと。で、この AI の研究を進め切ったところで、ついにGPU を自分で買いたくなったそうなんですね。で、自前の GPU を積んだマシンを組もうと思ったところ、実際にちょっと停電したのか、停電に至る手前だったのか分かんないんですけれども、マンションでちょっと大家さんに確認したところ、これはまずいんじゃないかというレベルの電力消費量になった、あるいはなりそうだったということで、ちょっと自宅で GPU を使うのは、囲碁 AI の回すために GPU を使うのはどうだろうと、そういうタイミングで AWS を使うということを、考えついたそうです。で、そのタイミングで2018年7月ですね、こう書いてありますけれども、AWS を導入していただいて、私ども目黒オフィスに AWS ロフト東京という開発者向けの、コワーキングスペースがございます。こちらの Ask the Expert というところで、開発者の方が AWS の利用方法などを私どもエキスパートにご質問いただくコーナーがあるんですけれども、何度か、使い方についてご質問いただいたそうです。で、そこでここにあるんですけれども、Amazon 囲碁部ともつながり、スポットインスタンス担当だった部長のアドバイスを得て、これ私のことなんですね。で、アマゾン囲碁部の私は部長をしていて、棋力は全然弱くて初段ないレベルなんですけれども、日本人男性で部長ができるという人間が私しかいなかったですね、囲碁部を創立した時に。で、僭越ながら部長を拝命しておるんですけれども、その時にたまたま私勤務して目黒にいたタイミングで、囲碁部のメンバーから大橋プロがロフト東京に来ていて、スポットインスタンスの話したいみたいですという。メッセージが入ったんですね。で、囲碁の話をしたいのか、スポットインスタンスの話をしたいのか、それと私はスポットインスタンスの担当、ソリューションアーキテクトでもあるので、どっちの顔していったらいいんだろうなと思って、お話に行ったところ、両方の話だったという流れがありました。で、ちょっとここに丸つけたんですけど、部長ってありまして、この部長は役職、会社の役職の部長ではなくて、純粋に囲碁部の部長というだけです。まあ、もし今度もう少し柔らかい場に登壇することがあれば、私のタイトルは Amazon 囲碁部部長みたいな感じで書き換えて登壇しても面白いかなと思いますが、ちょっとなかなかこれはチャレンジする機会今のところございません。で、ちょっとお話戻らせていただきまして、同じ記事の下側ですけれども、若手棋士の方が次々と AWS のインスタンスを立てるようにという記事が次に載っております。で、これは、どういう形で大流行したのかというとですね、女流棋聖の上野先生という
まだ若い20歳ぐらいの方がいらっしゃるんですけれども、中心になって EC ツールの特にスポットインスタンスを使って囲碁 AI を起動する、活用する方法、手順書をまとめてくださっています。で、この女子力の高い、かわいい手順書を作ってくださって、これがあったおかげで特に若手棋士の方を中心に広まっていると伺っておりますけれども、中には70代の棋士の先生も EC ツールインスタンスをご自身で立ててスポットインスタンスチェックを入れて活用しておられるというようにお聞きしております。で、なぜこんなにスポットインスタンスが囲碁棋士の中で広まったのかということですけれども、その秘密についてこれから、ご紹介していきたいと思います。改めて今日分かるようになることということで、いくつか問題形式で持ってきております。スポットインスタンスの割引、アンチパターン、それから中断通知についてのお話、それから使いこなすためのいくつかの原則がございます。こんなことが分かるんだなということで、なんとなく眺めてください。では本題に入っていきたいと思います。スポットインスタンスそのもののご説明入るときに、いつもお話を始めるポイントは、この EC2 の購入オプションというところから始めさせていただいています。スポットインスタンスは何ですかと言いますと、3つある EC2 購入オプションのうちの1つです。で、左から簡単に見てまいりますが、1つ目がオンデマンドインスタンス、こちら定価の買い方ですね、EC2 の。それから真ん中、リザーブドインスタンス、特定の一定のワークロードが見込めるような場合は割引してご提供するような形です。1年と3年の長期コミットをしていただく。で、最後、スポットインスタンスですけれども、こちらは私たち Amazon EC2 のサービスの空きキャパシティを活用したサービスです。で、最大の値引き率はなんと9割引きにまで達しますので、これが囲碁棋士の先生たちの心をつかんで離さない理由ですね。で、ただし、空きキャパシティを活用しているという関係上、空きキャパシティが本当に必要になった場合は申し訳ないけれども、引き上げさせていただいて、別に必要なお客様に回さなければいけない。そのためにスポットインスタンスをお使いのお客様には中断をさせていただきます。この中断があるという制約をうまく活用いただいて、この90%の値引きをどれだけ効率的に享受していただけるか、これがスポットインスタンス活用の鍵になってきます。で、下にちょっと書かせていただきましたけれども、中断に強く、それからさまざまなインスタンスタイプを活用できるワークロードというのがあれば、スポットインスタンスぜひご検討くださいというのが今日のメッセージです。で、1点だけ補足ですけれども、一番下に書かせていただきました。どの購入オプションを選んだとしても EC2 インスタンスとしての性能に違いはございません。スポットインスタンスだからといって少し性能の劣るようなハードウェアでやっていますか、そんなことは全くないということでご安心ください。で、こちらの絵では EC2、申し上げた3つの購入オプションをどういうふうに組み合わせて考えたらいいかということを、例示するために持ってまいりました。右横の軸が時間軸で、縦の軸がその時間に応じたワークロードになっているというように読んでいただきたいんですけれども、ずっと定常的にかかる負荷ワークロードがあるのであれば、こちら一番下、青ですね、これはリザーブドインスタンスをお買い求めいただくのが適切であろうというようにご提案できると思います。で、それから真ん中の部分、大々のところですけれども、ここに中断に強く、それからスケールしてある程度増減するようなワークロードがある場合、こんなところにはスポットインスタンスが適しております。それから最後、新規でまだよく分かってないようなワークロードがあります。もしくはステートフルなワークロードがある場合にはオンデマンドインスタンスをこちらでお使いくださいと。こうすることによって、インスタンスを購入オプションを組み合わせて最適なコスト効率を手に入れることができるようになります。このステートフルあるいはステートレスというところについてはキーポイントになってきますので、後ほどまた触れたいと思います。では、ここからスポットインスタンスの価値と活用事例ということでお話をしていきたいと思います。スポットインスタンスの大規模の活用事例としてお話いつもしているんですけれども、研究機関クレムゾン大学のお客様のお話をしたいと思います。こちらのお客様は、2017年の夏にですね、学習のプロセスを回すために大量のスポットインスタンスを活用することを、決定されました。で、右側に表があるんですけれども、こちらの2017年8月26日と書いてあるんですね、の夜7時から夜10時ぐらいまでのグラフです。で、右側の時間軸で、横軸が時間軸で、で、縦軸は VCPU 数、コア数ですね、になっていると。で、この時に、研究を始めたタイミングでは、徐々に VCPU 数、増加させていくんですけれども、夜10時あたりのタイミングで110万コアまでのクラスターを立ち上げることができた。で、これはスーパーコンピューターを含めた中で当時の世界最大規模のクラスターになっておりました。で、また一つの
リージョンだけ使用してこの規模のクラスターを作り上げております。で、この話ポイントがもう一つありまして、こちらにお使いいただいていたインスタンスタイプの内訳があるんですけれども、一つのインスタンスタイプに固執されておられないんですね。さまざまなインスタンスタイプを取り合わせて、その時点で、活用できれば何でも活用しようと、こういう姿勢で取り組まれております。で、このさまざまなインスタンスタイプを存分に活用するというのがスポットインスタンスをお使いいただく上でのポイントの一つになっております。で、またさまざまな活用事例、いろんな業界、またお客様においてございます。左から、例えばビッグデータの領域でお使いいただいているケース、それからコンテナを活用されているケースでは、もうスポットインスタンスそのままお使いいただいてもいいくらいですね。あるいは開発や CI/CD の局面、それからハイパフォーマンスコンピューティングやグリッドの計算なんかでも大規模に活用されている事例が多くあります。それから最後、ステートレスなウェブサービスを、展開されているお客様にもスポットインスタンス多くご活用いただいております。またこちらのスライドですけれども、スポットインスタンスが連携することのできる AWS 製サービス、それからオープンソースソフトウェアやミドルウェアの製品について挙げております。個別に詳しくは申し上げませんけれども、 AWS サービスとしては左側にある8つの製品がスポットインスタンスと連携することができます。これらのサービスを使うときにはスポットインスタンスを呼び出せるんだなということをぜひ心に留めておいていただきたいのと、右上から左下に配置しているアイコン群ですね、こういったミドルウェアなどでは、それぞれの製品の中で、ソフトウェアの中でスポットインスタンスを呼び出すことのできるプラグインをご準備いただいております。もしお使いのものがあれば、そのままスポットインスタンスを活用できるということをぜひ覚えておいていただけたらと思います。で、今までスポットインスタンスをうまく活用いただいた事例なんですけども、ここは、逆から見たお話でアンチパターンですね。スポットインスタンスが向かないようなユースケースについて触れておきたいと思います。まず1点目ですけれども、高可用性を求められるようなお話、ミッションクリティカルなワークロードに対してはスポットインスタンスをお勧めはしておりません。例えばデータベースのようなものですね、オンライントランザクションがずっと流れているようなもの、あるいはシングルポイントになるようなものですね、これはスポットインスタンスで作ってしまうと中断があるという制約を、うまく活かしきれないワークロードになりますので、これは向かないと。で、それからもう一つですね、チェックポイントを設けにくいステートフルなワークロード、何度か先ほどからステートフルなっていう言葉を使っておりますけれども、ずっとセッションを持ってしまって、そのセッションが途中で切れてしまうと今までやったことが無駄になるようなパターンがステートフルっていう、一般的な概念かと思います。で、こういうワークロードに対してチェックポイントっていう言葉を使うんですけれども、時々状態を書き出してやって、で、もし仮に障害がこんなことに発生してしまったとしても、その書き出したチェックポイントから再開ができるんだったらば、まあ、ある程度許容できる、こんなパターンもあるかと思うんですよね。で、これが設けにくいようなパターンですと、これもやはりスポットインスタンスとしてはアンチパターンに挙げられるかなと思います。具体的な事例としては、マルチプレイヤーで、ゲームステージを展開されるようなパターンですね。で、そのゲームの1試合が5分とか10分とか長く続くようなもの、これは途中で、ゲームのサーバーが落ちてしまったらば、その参加いただいているユーザーの皆さんに影響が出てしまう。それからデスクトップ用途など、常時ユーザーからのインタラクションのあるようなアプリケーションを稼働させるような、例えば CAD なんかのシステムが該当するかなと思います。それからイメージとしてはワークスペーシーズのようなことを自前でもしやりたいような場面ですね、こういったものもスポットインスタンスを裏側に使ってしまうと中断が発生してしまってユーザビリティを損なうというので、アンチパターンに挙げさせていただいております。では、ここからはスポットインスタンスの仕組みとルールということで、お話をしていきたいと思います。こちらで持ってまいりました図ですけれども、スポットインスタンスの仕組みを2017年11月に大幅に私ども内側で変えまして、価格を安定化させました。で、これによって大変使いやすくなっておりますというお話です。こちらのスポットインスタンスの価格変動の履歴はマネジメントコンソールからご覧いただくことができるものですけれども、これは2017年の11月のタイミングで撮ったスナップショットですね。で、とあるインスタンスタイプに対して、この新しい価格体系の左側の部分を見ていただくと、ずっとギザギザしていて、これはスポットインスタンスの価格の変動を示しています。
1日の間に何回何十回となく変動していて、で場合によってはスポットインスタンスの緑色だったり黄色の価格はオンデマンドプライスという黒い線を超える場合もありました。なので昔からスポットインスタンスご存知の方はスポットインスタンス結構入札っていう概念があって複雑だよね、安定しないよね、すぐ落とされちゃうよねというイメージがあったのはこういう動作に、起因していた部分があったかなと思います。でスポットインスタンスチームはこれではお客様スポットインスタンスをお使いいただくのがなかなか難しいだろうということで2017年11月にどういう改定をしたかというと、これは右側新しい価格体系のグラフの右側の部分を見ていただきたいんですけれども、まず変動する回数を大幅に抑えました。1日も数回レベルに抑えております。でそれからオンデマンドインスタンス価格を超えることのないようにという実装にもしておりますので、もう十分スポットインスタンスとしては価格は急激に変動することがないという状態になりました。でここでスポットインスタンスのシンプルなルールということで、今どういうことを考えておけばスポットインスタンスが運営されているとか運用されているのかお分かりいただけるようなルールを持ってまいったんですけれども、2点お話ししたいと思います。まず1つ目ですね、先ほど図でグラフでご覧いただいたように価格についてです。スポットインスタンスの価格は長期供給と需要に基づいて徐々に調整されます。それからスポットインスタンスの中断についてのお話ですね。スポットインスタンスは最初の部分でも申し上げましたが中断されることがあります。でその際には2分前までに通知を差し上げます。この中断通知については次のセクションでお話ししていきたいと思います。で通知の条件が2つありまして、今はもうほとんどこの上側の条件だけですね。 Amazon EC2 の空きキャパシティが使用できなくなったとき、これがもうほとんど中断の主だった理由だとお考えください。どういうことかというのをもう一度申し上げますと、スポットインスタンスは EC2 サービスの中で埋まっていない空きキャパシティの部分でサービスをしています。でこれがどういうふうに中断につながるかというと、別のお客様が例えばリザーブドインスタンスで大量に起動する権利をすでに持っているので、スポットインスタンスで起動されているお客様が例えば C4X ラージをスポットインスタンスで起動していますという状態があったとします。で別のお客様がその東京リージョンで C4X ラージを一度にリザーブドインスタンスがあったので10台起動したいと思って、LAN インスタンスの API を呼んだとします。そうすると申し訳ないですけれどもスポットインスタンスのお客様にはどいていただいて、その10台を起動しようと思ったお客様にリザーブドインスタンス、もしくはオンデマンドもそうなんですけれども、のお客様に場所を譲っていただきたいと。これが中断の裏側の仕組みなんですね。このポイントが Amazon EC2 の空きキャパシティが使用できなくなったときという部分の裏側の説明になります。それからもう一つ、中断の条件がありまして、指定した価格をスポットインスタンス価格が上回ったときというのは、これまで通り残されております。何がこれまで通りかと申し上げますと、以前は概念として中断、ごめんなさい、入札という概念がありました。で今は、すごく価格が安定したのでわざわざ入札してという、概念ではないだろうということで、今まで入札価格と言っていた言葉をドキュメント上は上限価格という形で言い換えの形にさせていただいております。もしEC2 のスポットインスタンスドキュメントをご覧になって上限価格ってあったら、あ、入札のこと言ってるのねというように読み替えてください。で今はデフォルトでですね、この上限価格はオンデマンドインスタンス価格が指定されるようになっています。スポットインスタンスを起動するときにいくらでスポットインスタンス買いたいですという値は引き続き指定が可能ですし、していただくことができるんですけれども、この時に特にユーザーが何も入れなかった場合はそのインスタンスタイプのオンデマンドインスタンス価格が適用されるとお考えください。 ですがユーザーが任意の、入札価格上限価格を指定することができますので、これをもし低めの値を設定していたとして、で1日に緩やかに何度か変動するスポットインスタンス価格の変化に対して下回っちゃったということがあったら、これは中断の条件のもう一つ目になります。なので上限価格にはそのままデフォルトのオンデマンドインスタンス価格を使ってくださいというのが私からのメッセージになります。でここから中断通知についてのお話です。中断に関する事実ということで、
一つ、お話ししたい数値があるんですけれども、2018年のある3ヶ月、私たちの EC2 スポットインスタンスチームが分析をしたんですね。で、分かったことがあって、何かというと 95% のスポットインスタンスは処理が完了したことによってユーザー側からターミネート終了されたことが分かっております。で、言い換えますと、中断により停止したスポットインスタンスは 5% 以下ですということになります。で、これって見方2通りあると思うんですよね。すごく楽観的な見方をすると、あ、 95% も中断せずに使えるんだという見方が一つ、それから一方で 5% 中断があるんだのであればしっかりその部分に対しては対処していかなければいけないと、まあ、あのシステム屋としては当然至極まっとうな考え方だと思います。で、ここからはその中断に対する通知とその通知の対処方法、それから検証ですね、テストの方法についてお話をしていきます。で、スポットインスタンスの中断が発生する場合には2分前に EC2 スポットサービスから通知を差し上げておるんですけれども、これはどうやって受け取るか、今2つの方法があります。1つは EC2 のインスタンスメタデータ、それからクラウドウォッチイベント、2つの方法があります。インスタンスメタデータですけれども、あの EC2 をお使いいただいている方にはお分かりかなと思うんですけれども、 EC2 インスタンスにログインしてから HTTP で 169.254 169.254 のあのリンクローカルのアドレスにアクセスしていただくと、そのインスタンスに関するメタ情報ですね、インスタンス ID は何とか起動をいつしたのとか、そういった情報が取れるようなパスをご提供しています。で、そのパスの一つに中断通知が入るようなパスが準備されていて、でそこをあの今の推奨ですけれども5秒おきにチェックしていただくというのが一つのやり方です。で、5秒おきにチェックしていただいて、基本的には空なんですけれども、中断通知が入った場合だけ JSON データが入ってくるので、その JSON 通知を受け取ったらば終了に向けて、安全な終了に向けての処理をフックしていただく、こういうやり方がありました。で、これが従来からのやり方だったんですけれども、もう一つクラウドウォッチイベントによる方法がありまして、こちらが2018年頃の更新で機能追加でご提供しているものです。で、クラウドウォッチイベントで中断通知を受け取る場合には、特にそのインスタンスメタデータのようにインスタンスの中からの処理ではなくて、インスタンス外からその AWS アカウントのそのリージョンで単位でどういう中断通知が来たかというのを汎用的に受け取ることができます。で、ルールの作成はごく簡単で、今こちらに図を持ってきておりますけれども、クラウドウォッチイベントのルールの作成のところから、イベントパターンというところでサービス名に EC2 を選んでいただいてから、ドロップダウンメニュー表示しておりますけれども、EC2 スポットインタラプションウォーニングですね、というものを選択していただくと、何の条件が来たらというクラウドウォッチイベントのルールの部分を書くことができます。で、この画面の右側に、中断備えるための対処処理を、終了処理をラムダファンクションなんかで書いていただく、こういう流れになります。ですので、2分前に通知を受け取ったらば安全に終了させるための手続きを、インスタンスメタデータ経由で取得した、トリガーでも構いませんし、クラウドウォッチイベントトリガーでも構いません。どちらかから、終了処理を書いてあげてください。で、次ですね、中断通知のテストについてです。中断が起こるって言って、これは EC2 スポットサービスが起こすんですけれども、これずっとあの中断が起きるのを待っていなければいけないかというと、そうではなくて、一つだけやり方があります。この部分のお話ですね。スポットインスタンスを起動するための方法にスポットフリートを作るというやり方があります。マネジメントコンソール画面があるんですけれども、EC2 マネジメントコンソールの左側、スポットリクエストというところを選んでいただいてから、右側のペインでスポットインスタンスのリクエストと押してください。で、これによってスポットフリートを作ることができます。スポットフリートって何かっていうのは、今簡単にご説明すると、何台かのスポットインスタンスをおまとめて管理ができる機能です。で、このようにして作ったスポットフリートに対してどうやって中断のテストができるかというと、スポットフリートができていると、こちらの画面にあるようにマネジメントコンソールの左側ですね、リクエスト ID ってとこに SFR- なんたらかんたらというのができています。これがスポットフリートを一つを示すレコードですね。で、このリクエスト ID の一つのスポットフリートをチェックボックスにチェックを入れて選んでいただいてから、アクションからターゲット容量の変更を選択します。で、ここでこのスポットフリートにはたまたまこのタイミングで3台スポットインスタンスが中に
起動していたんですけれども、それが従来のターゲットキャパシティ3って書いてあるところがお分かりになるかと思います。でここに対して1個引いた値ですね、2を入れてください。そうすると2のスポットインスタンスが終了されるような動作になって、そのタイミングで終了通知が飛びます。こうやってテストができますので、先ほどお話ししていたクラウドチベンスルールからラムダファンクションまでの動きがちゃんと動くでしょうか。あるいは、インスタンスメタデータから取得した中断通知に対して、書いてあったシェルスクリプトがちゃんと動くでしょうか。こういったことをテストしていただけたらなと思います。ではここからスポットインスタンスの起動についてのお話をしたいと思います。で、スポットインスタンスの起動についてまとめた表がこちらになるんですけれども、起動の方法が3通り、スポットインスタンス、スポットフリード、EC2 フリードとなって、それぞれに対して考えていく、べき項目が6つですね、あります。起動用の CLI、リクエスト単位、リクエストタイプ、永続性、容量変更、対応するマネジメントコンソール、これ一つ一つお話しすると結構、時間を頂戴しなければいけなくなってしまいますので、今日はちょっとポイントを絞ってお話ししますね。で、どこに絞るかというと、まずここですね、スポットフリートと EC2 フリートっていうやり方があるんだなということ、スポットインスタンスの起動方法にはこの2つをなんとなく覚えておけばいいよということをまず、記憶に留めていただけたらと思います。で、それからこの永続性という列についても注目をしたいと思います。そうですね、スポットフリートを見ていただくと、永続性のところにリクエストとメインテインそれぞれ書いてあると思います。これはそれぞれの意味について触れておきたいんですけれども、リクエストというタイプでリクエストを出すとややこしいですね。リクエストという永続性を指定して起動リクエストを出すと、一時的な1回限りのリクエストを作ることができます。何を言っているかというと、スポットインスタンスで中断があります。なので、あるタイミングで3台起動したいですと、スポットフリートリクエストを出して、で、場合によって中断が起きて2台、1台になる可能性があるんですね。で、この時に永続性がリクエストのものについては特に上げ直しはしません。一方で、この永続性にメインテインというのがあって、このメインテインというのを指定して起動したスポットフリートはどうなるかというと、3台あって中断して残念ながら2台になりました。そうすると自動的にもう1台を追加して3台に上げ直してくれます。これがメインテインの動作です。で、このリクエストとメインテインがあるというのと、それからシンクとエーシンクという部分についても、ぜひ、お話をしておきたいポイントですね。AWS の API コールについて、今日は、アーキテクチャ支部の方がいらっしゃるので、お詳しい方もいらっしゃると思うんですけれども、AWS の API コールは200番が返ってきて、必ずしもその操作が成功されたことを示すわけではないというのをご存知の方、いらっしゃいますでしょうか。きっといらっしゃることと思って話し続けるんですけれども、AWS で何かやりたいですって言って200番成功が返ってきたときに、この Async のリクエストに対しては200が成功を意味しないで、純粋に受け付けましたよ、ただそれだけを言っているんですね。インスタンスの起動ができたかどうかは後で別途確認する必要があります。これが Async ですが、Sync とある永続性の部分のリクエストを使いますと、200の成功のリクエスト、あ、すみません、レスポンスが返ってきたタイミングでインスタンス ID が返されます。なので、速やかにちゃんとインスタンスが起動したことを確認ができると。こういったあたりも使い分けていただけたらと思います。という感じで、これを一つ一つ喋っているとすごく時間がかかってしまうというのはこの表の、難しいところでして、で、もう一つ最後ですね、触れておきたいのが、EC2 フリートの対応するマネジメントコンソールのところにオートスケーリンググループと書かせていただきました。この部分についてお話ししたいと思います。昨年11月のリインベント前にですね、オートスケーリングと EC2 フリートの統合という大きな新機能が追加されています。で、これ今までどうだったかというと、新機能が出る前は、スポットインスタンスをオートスケーリンググループで使いたいなと思ったら、スポットインスタンス専用の、オートスケーリンググループを作る必要がありました。オンデマンドインスタンスのオートスケーリンググループを分ける必要があった。で、それからインスタンスタイプも混ぜ込むことはできなくて、それぞれのインスタンスタイプに対応するオートスケーリンググループを作る必要があった。で、これがですね、新機能でどうなったかというと、単一のオートスケーリンググループに対してオンデマンド、リザーブドインスタンス、それからスポットインスタンスを格納することができるようになっています。それから、
インスタンスタイプを複数混ぜることも可能になっています。でこれはものすごく使いやすい機能だと思っていて、ぜひお使いの環境あるいは開発中の環境にオートスケーリンググループ使っているものがあったら、スポットインスタンス使えるかなって考えるタイミングでこの機能使ってみていただけたらなと思うんですね。で何かっていうと、今までずっとオンデマンドインスタンスだけで起動していたオートスケーリンググループに対してちょっとスポットインスタンス試したいという時に、9対1の割合でスポットインスタンスを 10% だけ起動してみる、こんなことができるようになっています。でぜひお試ししていただきたいので、一つだけ注意点をお話ししますね。従来のオートスケーリンググループを使うときに作っていた起動設定ローンチコンフィギュレーションからはこの新機能が使えません。 EC2 の汎用的な、起動方法を取りまとめ機能である起動テンプレートからこの新機能が使えるようになっていますので、ぜひ新しくお試しいただく際には起動テンプレートを作っていただいて、そこからオートスケーリンググループを作るようにというのをお試しいただけたらなと思います。でご参考ということで、EC2 のオートスケーリングとスポットフリートの比較、すごく似ている2つの機能ですけれども、やや違いがありますので、できることできないことが微妙に異なってまいりますので、挙げております。これまた後ほどご覧になってください。で私のおすすめとしては、特に理由がないのであれば、ぜひオートスケーリンググループの方で試していただけるのが簡単ではないかなと思います。では最後の方のお話になってまいりました。今日はアーキテクチャチームの方もいらっしゃるということで、何枚かサンプルアーキテクチャについてのスライドも持ってきてまいりおりますのでご紹介をしたいと思います。まず一つ目ですね、スポットインスタンスを活用した際のバッチ処理のサンプルアーキテクチャです。でこれはいろいろ書いてあるんですけれども、ブログの英語になりますが、ブログの記事があって、ご興味のある方はこうやればスポットインスタンスでバッチ処理ができるんだなという考え方がありますのでご覧になってみてください。大まかな考え方ですけれども、画面の左側にある S3 バケットに対して、やるべき仕事が入ってきます。でこちらを、S3 のアップロードされたイベントトリガーで、受け取って、このイベントがラムダをキックします。でそれから SQSQ にやるべき仕事としてどんどん書いていく。で真ん中にあるスポットインスタンスがオートスケーリンググループで組まれていて、スポットインスタンスをやるべき仕事を SQSQ をチェックすることによって受け取って、で必要実データを S3 が通る、で仕事が終わったら書き出して、で終わった情報を画面左側の、左下ぐらいですかね、青色のものがありますけれども、仕事の状況を DynamoDB にスタートの時刻とエンドの時刻を書いていくと。でクラウドウォッチは見ながら、状況に応じてオートスケーリングによってスポットインスタンスの量を増減させる、こんな動きだったんですけれども、もちろんこのやり方もすごく悪くはないんですけれども、今現在ですね AWS バッチがございます。同じことをやろうと思ったら、まずAWS バッチで今そのコントローラーの仕組みなんかを組む必要がなくなりますので、同じことができるかなと考えてみてください。でなんで AWS バッチをするのかというと、裏側でスポットインスタンスを呼び出す仕組みがございます。なので、もしバッチ処理を考えたいなと思ったら、そしてコスト効率も考えたいなと思ったら、AWS バッチのことをぜひ思い出してみてください。で続いてビッグデータ領域のリファレンスアーキテクチャと、ちょっと仰々しいですけれども、ポイントはですね、Amazon EMR をお使いになって分析される際に、スポットインスタンスを活用することができますというポイントです。左側にありますけれども、EMR のタスクノードですね、計算量を、拡大するときに立てるノードですけれども、ここにスポットインスタンスを、起動してあげることによって、コスト効率よく計算を素早く終わらせることができるようになります。で、それからコンテナを活用したステートレスなウェブアプリケーションということで、今まで ALB 配下の、バックエンドインスタンスに直接 EC2 をぶら下げていたパターンもあるかなと思いますけれども、これここにコンテナを活用しながら、さらにこれをスポットインスタンスで構成するというのは、ウェブ系のお客様でスポットインスタンス活用していますという事例で、大変よく耳にするパターンになっています。でこれじゃあ実際に ECS とどうやって連携したらいいのということですけれども、こちらの参考に持ってまいったブログですね、ここに ECS クラスターでスポットインスタンスを活用するためのリファレンスアーキテクチャがあります。中英語でなってますけれども、クラウドフォーメーションテンプレートを読み進めていくと
見つけることができます。でそこでどういうものを提供しているかというと、コンテナエージェントへの設定の仕方、クラストでどうやって自動参加させればいいかということ、それから中断通知のモニタリングの方法、これ先ほど申し上げたうちの、インサスメタデータを取る方法ですね。それから中断通知を受けてからコンテナからのトレーニングをする設定、それから SNS トピックから E メール通知を出す、こういったあたりがひとまとめになっていますので、すごく小さな VPC が1個できて2台かな、インスタンス立ち上がるようなものです。ぜひ このブログ記事をご覧になって、 ECS 上でのスポットインスタンスの活用方法を学んでみていただけたらと思います。ではまとめに入ってまいります。スポットインスタンスを使いこなすためにということで、まあ、ここで4プラス1の原則としてまとめのお話を差し上げたいと思います。スポットインスタンスを使いこなすためですね、左から見ていきたいんですけれども、ステートレスということ、それから再開可能なワークロードということがあります、挙げられます。ステートレスについては先ほどから申し上げている通り、状態を持ってしまった状態で中断が発生するとユーザーエクスペリエンスに影響しますという話があるので、なるべくステートレスにしましょうということ、それから再開可能ということですけれども、中断したとして、その状態をどっかに書いておきました。それ自体はいいんですけれども、その書いておいた途中までやった仕事を何かしらの方法で再開させる方法も持ちましょうと。このポイントもとても大事なものです。で、それから阻却像ということですね。スポットインスタンスの中断が接続されている周辺のシステムに影響してしまっては元も子もありませんので、結合はなるべく損にしておきましょうということ。それから最後に分散ということで、複数アベイラビリティゾーンと複数インスタンスタイプを活用して中断に強いアーキテクチャを手に入れましょうということです。で、これが具体的にどういうことを言っているかということですけれども、実際にスポットインスタンスをお使いいただくときに、ドキュメントでスポットプールって言葉が出てくるかなと思います。スポットプールという言葉、これはスポットインスタンスに使える EC2 サービスの空きキャパシティであるというように理解してください。で、こちらの図で赤枠で囲った部分がスポットプールになっていますけれども、ここでなんで分散が大事なのかというお話です。実際にこの今東京リージョンの特定のインスタンスタイプのアビラビティゾーンごとのスポットプールの状況を見ていただいて、一番、空き容量が少なそうなのはどれでしょうかというと、 1C ゾーンの M4 ラージが一番危なそうですよね。でここに M4 ラージを他に使いたいというリザーブド、あるいはオンデマンドで使いたいというお客様がいっぱい来たらば、空きキャパシティがなくなってしまうことが想像できると思います。こんな時に、もし 1C ゾーンの M4 ラージだけでスポットインスタンスを大量に立てていたということがあったら、不幸にも、スポットインスタンスがもしかしたら全部、中断になってしまうかもしれない。でこれをこのリスクを少しでも下げるために、いろんなアベラビティゾーンのいろんなスポットインスタンス、いろんなインスタンスタイプを活用して持っておくことによって、一箇所のスポットプールの、上の中断があったとしても、システム全体としては、上調性高く稼働が続けられるという形になります。でこれを実現したのが、先ほどお話ししていたクレムゾン大学さんのインスタンスタイプをいっぱい使いましたというお話の背景の一つになります。でそれから4プラス1の原則の最後のプラス1ですけれども、上限価格は特に理由がない限り入札価格ですね、指定していただく必要はありません。オンデマンドインスタンス価格をそのまま用いてください。ということで、今日分かるようになることということで改めてお見せしたいと思います。こちら少し見ていただいて、なんとなく、分かりそうな言葉あるかなということで、なんかアンチパターンとかほとんど読めば分かるような問題になってますけれども、ご覧いただけますでしょうか。でこちらが回答例になっております。で私からのお話以上になりまして、ごめんなさい、時間結構ギリギリになっちゃいましたけども、ご質問いただいているようであればお受けしたいと思います。はい、そうですね、ハッシュタグのツイッターで AWS XON XON で、ハッシュタグを使って質問受付もしてたんですけれども、質問、ご意見がそこそこ多かったんですが、一つ、はい。